そして松崎健人がゲームをコントロールします。そしてビッグラインナップの鍵を握りそうな中西亮太。進むカブラカブラカブラ49ボトムフー広野キー。前節の仙台戦は頭はマッチアップという形が多かったんですが、ワンツーマンというのが多かったんですが、外からデクアン・ジョーンズです。もう1本目来ました。西宮は週末に佐賀と試合をして、今週末も香川との上位対決があるというタイトな日程です。おー、デクアン・ジョーンズ。中西とは昨シーズン一瞬佐賀でチームメイトだったということがあります。デクアン・ジョーンズが早めに打ってきた。3本目です。デクアン・ジョーンズです。ここはシンプルな展開からスリーポイントを決めました。あれで流れを持ってきた、そういったシーンも続きました。畠山、目でフェイクを入れて総シェリフ。畠山のいいアシストです。そしてムボジです。ムボジ強いバスケットカウント。ファールは総シェリフか落合か。浜田がつきます。おー、いいディフェンスになりました。ローテーションがうまくつきました。そして鎌田、鎌田フォローしました。ジャマールソープです。松崎のスリーポイント、しっかりと決めています。覚えているというところになります。畠山がいいゲームメイクをしている感じです。ソーシェリフ通して6番目に多いというチームですので、まあ、大体中ぐらいということにはなります。今日は非常にファールが少ない西宮。渡辺レイアップですが、おー、叩き込んだ。ムボジのプットバックダンクです。残り時間が少なくなってきました。第3クォーターです。郷原からムボジが空いた。ぽっかりと空きました。ハインズリバウンド、ブラッキンズです。ここをムボジが取っていたんですが、一つ守った。そして早い展開だ。やはりソーシェリフ、早い展開を作り出します。これ以上は近づけさせていない西宮になりますが、しっかりとオフェンス決めたい。郷原からムボジ空いた、ダンク。詰めようとはしている越谷、詰めさせない西宮。ムボジバスケットカウント、今日3つ目。非常に大きな価値はあります越谷。松山キャッチアンドショット来ました。ブラッキンズ今日6本目来るか。タフショットになりますが落ちました。試合終了です。なんとか西宮が耐えました。ブラッキンズがクリップ。